どうやら、日本代表福岡世界でキャップもらったそうです。太っ腹やね。はい、じゃあね、もう俺は包み隠さずもうやったすべての内容、1時間かを、クリニックをこの動画の前に見てもらったと思うんだけど、でね、今日俺がね紹介したい、まあコーチングの一個でもあるよね。とにかくやっぱトップスイマーにこういろいろ見せてもらうっていうやり方はもうめちゃめちゃいいけど、もうほとんどね、なんか俺もね、いろんなこう、スイマーが来てなんかするとか、スイマーが来て、練習見るとか、スイマーが来て、そのコーチの話を聞くとか、スイマーが泳いでるのをこう、見て自分でなんかこう、コーチングをする。まあ、いろんなやり方があるんやけど、今回俺をもらったオファーで、その、まあ、クリニックをしてくれ。しかも、なるべくこう、響くようなやつ。もう誰もやったことないやつ。でさ、もうこれはもう本当俺はうってつきやなと思って。なんか俺ね、一番初めに思ったのは、アメリカでさ、ほんとパサで年に一回くらい、
フィッター&ファスターツアースイムクリニックっていうのがさ、まあ、結構パサに来よったよね。で、それはもうほんとオリンピアンが、来て何人かね、その決められた、工程をこなしながら、だいたい1時間を半を2発とか、そんな感じで、俺はその、それすらも手伝いで、やってた。で、なんか俺そのアイデアを入れようと思ってた。そしたら多分その、いろんな人、というかまあ、まあ、よくありがちな、背中を見て来い。背中見て学べ。もうそんなんじゃね。やっぱり誰も楽しくないしね。その、まあ、学べるよ。けど結局、なんていうの、触れ合うこともないし、やっぱり俺はね、その、来てくれた選手たちすらも、なんか教えること楽しかったり、触れ合えたり、あとやっぱ今本当 SNS がやっぱ強い時代でね、そうやってこうフォロワーが増えたり、ファンを増やせるようなことにしたかったね。うん、で、まあまあ、どんなことしたかという、これ多分ね、本当ね、俺ぜひ参考にしてほしいなと、思います。はっきり言って相当満足度が高かったし、保護者受けも良かったし、まあやってる選手もすごい良かったし、子供たちも、ものすごい良かったんじゃないかな。はい。でね、まずね、ただのクリニックだけやと本当思えないけどね、まずはじめに、まあいろいろこう、前半に、実は他にもう一個イベントがあって、その後を、その、自由に、使ってやってもらったり、また疲労が溜まってるけん、ちょ、そこだけは考慮してくれ。やったんやけどさ。はい。まず、面白おかしく、MC で登場して、大体、北九州水泳連盟から選ばれた、あと、こう、応募に当たった50名の前で、面白おかしく、自己紹介しました。でね、それはやっぱりそんなのはいいよ。もう、わけでも世界水泳の後、もうかなりピリッとした状態で来て、で、その前に、もうカチカチで、結局こっちがこう、コーチとかの人が、とか全然知らん人は、こう決めてこう、もう分単位でなんかこうやってやらすってよりも、俺は、ものすごい、盛り上げて、そして、ジョークを交えつつの、MC を入れて、そして今回ね、初めね、保護者を入れない、うん、っていう、まあ、いつも通りの流れやろうけど、もうそんなもん取っ払って入れちゃいましょうって言って、もちろんその50名のきっと保護者がさ、ブワー入って、その、まあ、トップスイマー2人との距離、まあ、はっきり言って10メーターから、まあ、25メーターくらい、まあ、スタンドから、十分に見れる。しかも、写真とかもガンガン撮っていいと。うん。ちょうどいい。はい。自己紹介の後、その渡辺選手と川本選手に、ウォーミングアップセットを、組んでもらって、まあ、ちょっと、それも面白かったね。その、一緒に泳いでもらって。まず、本当クロールも、あんまり50メートル泳げんことかも、一緒に泳いでもらって。そして、川本選手に一個お願いしたのが、本当試合とかでよくやる、あと川本選手が好きな個性的な、ウォーミングアップセットをしてくれてたら、一個そのタッチキック、バーチカルキックね、あれをこう数本やって、もらった。これもすごいやっぱ好評やったし、また川本選手が説明して、こう頑張れ頑張れとかこんな感じでやるんだよみたいなのがあったのはね、すごい俺響いたと思うよ。はい。その次ね、お願いしたのは、そっからは、俺の親父にお願いして、川本選手と渡辺選手のドリルを、あとこれ、こっちがこうやってくれてるのを解説するような、しかもそれを、まあ、プールサイドから見るんではなくて、水中で、見てもよし。あと、こう、比べてみてもよし。
まああとやっぱり、ね、2人はだいぶやっぱりそのやっぱこうでかいしね、そのパワフルやし上手やし、渡辺選手はもう人が来た時なんかもう余裕でもう15超えてもう25くらいまで2ストロークくらいでもう25いけないとか、カーモスの鋭いダイブとか、そこをこうやっぱこう近くで、子供たちが見たっていうのはすごい俺良かったんじゃないかな、すっごい良かった。はい、そっからね、ほんと俺の一番の仕掛けというか、まあフィッター&ファスターツアーでも、まあ、よくやるやつやったんやけど、まあ本当あの2人の、オリンピアン、あと世界水泳代表者とレース、これがやっぱねすごい盛り上がった。まあ25で数本なんやけど、ちなみに桃園はその時多分ね10レーン借りれたんやったかな。でもスタートブロックがその半分かしかなくて、まあそれでももう急遽対応したその中高生くらいはスタートブロック使って、それ以外の人はあの一コースに二人入って、とにかく20人くらいで、その中で渡辺選手と川本選手が、渡辺選手20人ダイブで、もちろんハンディキャップとかもつけてね、3秒後スタートとか、そんなんで、どんどんこう飛び合ってさ、で結局20人終わり終わって、もちろん勝つんやけどさ、そうやってみんながさこうと握手とかするわけ、俺頑張ったなと、そしてそれをさ、やっぱ今の時代ね、俺はもう保護者に見て、もらった方がいい。だってうちの子がついこの間まで、ついさっきまで、世界水泳に出てた。もう何人か多分北九州の人だけど、ね、見に行った人もおったと思うわ。その人とレースをしてる。でも絶対取るしさ。絶対嬉しい。で、それでもう触れ合えるけどね。本当にレース行ったりしてもさ、もうやっぱああいうこうピリッとしてるとこってもう全くこう、なんか、なんか写真やったり、まあ、握手とか呼ぶことすらもちょっとね、気まずいところで俺はこれで触れ合えた。で、しかも、なんちゅう、もう俺、うちの息子も行ったけね。はっきり言ってうちの息子はクロール、長水路、小学校2年生で、1分です。とても遅いです。けど、あの、やっぱ、そういうムキムキででかいスイマーと泳いだってのは、もうすごいなんか誇りに思ってるらしくて、喜んだね。はい、レースを、一緒に、経験する。で、結構ね、リレーとかで一緒に泳ぐとかもいいんやけど、まぁ、今度は時間の関係と、あとその、コース、まあ、あと霊力差が結構あったっけね。なんか俺すごい良かったやないかなと。で、もうシンプルに、みんなで、記念撮影をして、そのままもうバイバイ、もうサクッと終わる。なんかあんまりね、もうそんだけでも、ね、十分と思うやけど、ここで大サプライズよね。あの事前に一応こっちが用意した、まあ俺があれ、キャンバで作ったんかな。やっぱね、今ね、みんなサイン欲しいよ、サインが。でもね、そういうこう、色紙にさ、サインなんかもらってもさ、嬉しくもなんともないけん。だってもう偽造もできるし、もうあの、んーちゃんりななんかさ、須川天心と、エル選手のサインを返しまったっていうね、あの悪しきこともあるけどさ、あの俺らは事前に、しかも2人分のかっこいいその許可付きの写真と、それにこう代表選手、世界元世界記録保持者、ベストタイム、なんとか種目日本記録保持者とか書いて、それにサインしてもらう。しかもそのラミネートして、結構かっこよくしたんです。それを一人2枚差し上げる。しかもその選手からね、それがね結構バズったね。よかった。まあそれは実際さ、結構あの時間かかった。俺あのめっちゃもう一日中
しかも他のスタッフにもお願いして吸ってもらったけど、まあそれがやっぱりすっごいやっぱ良かったね。一緒にレースする。あとはじめに質疑応答もあって、一緒に握手できた。親も、フィルムできた。あと、最後に写真も撮れた。そしてサインももらえた。よかったよね。こんな感じでなんか俺、二人のトップスイマーとそれを本当いろいろアレンジしてくれた、秋吉大使、トヨタの秋吉大使監督にはそれ感謝したよね。まあ、けど自由に楽しく子供たちがそのなんていうの盛り上がるようにとか、あとそういうの浅野さんは優れてると思うんで、そのうまくやってくださいって言われたのもまあよかったね。あんまりやっぱりねガチガチすぎたらもうこっちも思んないもんね。もう紹介できんし、こうなんていうの称えれんしね。俺もそれでもねやっぱりちょっと自分でも勉強になった。もちろんそういい泳ぎとかそのトップスイマーたちとコミュニケーションできたこととかさ、まあ俺単純にあと川本選手のファンでもあるし、その体つきとかやっぱりそのちょっとこうどんな練習してるとかどんなこと考えてるとかそんな聞けたのもすごい良かったし、いや本当よく北九州にその世界水泳の後もう俺は来てくれて、しかも子供たちの目を輝かせてくれて、そしてやっぱりね子供たちをサポートしてるのはやっぱり親やしね、親の方が保護者の方がそういうのってね知りたかったですよね。うん。俺だけねぜひ今度ねこんなことができるんやったら初めのまあ、時間ももっと伸ばして初めの20分くらいはさその親の前に保護者の前にちょっとこう二人を立たしてさ、その質疑応答とかさ、その自分の親はこんな感じでサポートしてもらったとか、そんなんも、すごい俺聞かせたいなと、そんなのもやってみたいね。多分あんまりそういうことで日本でのクリニックやったりこう MC の人がこうやって進めてやるとかあんまないと思うしね、やってみたい。どんどん、俺はいいのを真似してそういうのもやってみたいね。全然余裕で満足度が高く多分ビジネスにもそうなるし、やっぱそうやってもういろんな水泳でさもうほんと一人でできんでね、いろんな人を巻き込んで、そしてやっぱね何でもそうファンを作らなきゃね。いや俺ね渡辺選手なんかくっそ面白かった今日ね。アレンジを変えてその例えばダイブを数本行って子供たちとね行ってないけどもう途中バーってきたよね。そのガチ勢もおるけどさ、ガチ勢とちゃんと、まあ、やってくれたのもあるけど、その途中からねちょっと待ってくれそのマイクをその取ってさ、ちょっともう俺はすごい疲れたからちょっとやばいから最後犬かきで勝負しようとか、今までハンデは3秒やったけど次1秒で行かせてくれとか、結構やっぱこうユニークなところもそのていうかもうめちゃめちゃユニーク、もうめちゃめちゃ笑い取ってくれたし、やっぱりね俺やっぱ今の時代ってさこういうすごいタレント的な選手とやっぱ距離が近いべきやと思うし、それがなんか一番やった方がいいと思う。やっぱね、こう、ガッと離れすぎててさ、もうこっちがこう、萎縮しちゃうようなさ、のがやっぱね、なんか俺昭和っぽいやり方やしね、もう今はでもやっぱね、俺は渡辺がもう相当、逆、ちょっと俺気に入ったね。なんか、やっぱりこう、タレント、ちょっとそのね、俺 EXILE の歌詞にも入ってるっていうけどさ、なんかすごいこうかっこいい、かっこいい系クール系なんかと思ったけど、もうまるでお笑い芸人のような、フランクさがあって、その全くその上位関係なんかそういうの気にしないような、
まあ、あと同じ、まあ、九州ってのもあるし、なんかすごい、こう、ノリが良くて、俺はあれはね、こう、見てた、その、保護者からも、まあ、すごい良かったんじゃないかなと。うん、で、また、その、最後さ、気軽に記念撮影に応じてくれてさ、川本選手とかも。で、そんなんもすらもさ、やっぱ俺、保護者の人とか撮りたいよね。あの写真で。バキバキの体で。なんかもう、すべてが大きいしさ。もうザ・スイマー、ザ・ファイターって感じの、やっぱあんなのはさ。だって俺の小学校2年生のさ、50振り1分の子がさ、渡辺一平さんとか、川本武さんが知るわけない。それよりも、もちろん俺なんかもコアなファンやし、それよりも、そういう選手を兄弟にさせてるお母さんが、お父さんが、こう、気軽に、ね、写真やったらよく知れるような近づける環境があって、ああ、俺よかったと思うよ。うん。でね、もうほんとこれはもうサプライズね。渡辺一平くんさんが、その、多分ヤンコーのやつは結構手伝ってくれたかな。で、あとそのクリニック入ったかな。で、俺のキャップをやるか、じゃんけんで勝たずにやるみたいな感じで。あの、言って、ブーわー超エンタメ。おぉ、めっちゃ盛り上がったね。そんなんもありの。すごく全員が楽しかった。指導者側も楽しかった。MC をした俺も、すごい、楽しかった、クリニックになりました。ていうかやっぱね、もうクリニックとかやったり、そういうのやね。その、選手の扱い方もうね、絶対楽しくした方がいい。もう絶対楽しく。その、相手に刺すじゃないけど、やっぱりこの、どうしてもね、コーチがやると、コーチが主体でやると、結構、これやってください、これです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 、これ、こうやってなってさ、結局自分がなんかの知識をとか、自分のためにやっちゃうんだけど、それもわかる、それもいいけど、半分半分一緒や、もうね、そういう、スイマーたちも、やっぱり、喋る能力とかさ、その、小さいこと、あとその自分をこう憧れてもらうために、そのコミュニケーションせないけんと思うし、まあ、それはやっぱできんと、できないけんと思うし、やっぱりしっかりお互いが、コミュニケーションし合って、やるべきやと。もうそれしかない。もう、ここもやっぱもう抑えつけない方が、見る方も学ぶ方も、やりやすいんじゃないかなと思います。もうね、背中見てついてこい、お前俺の真似せーとか、その、真髄を教えなかったりさ、なんかなんちゅうやろ、次来た時に教えますとかさ、そんなんいいやんね。楽しくやりましょう。はい。新しいスイムクリニックのすすめ、楽しい MC のやり方、まあ俺は包み隠されてやってます。まあ楽しそうな雰囲気を見てくれたらと思います。以上です。